ょっぴり紅茶を濃くしてみました。ついでにほんの少し涙も入れました。机に飾った写真を裏返し、二人の思い出飲んでしまうの。あなたはひどい人ねとつぶやくわ。します。やはりあなたのぬくもり恋しくなります。時折聞こえる誰かの足音にあなたの姿を思い出します。あなたはひどい人ねとつぶやくわ。